スパダミサキ沖海戦。スパダミサキ沖海戦は、第二次世界大戦中の1940年7月19日に、地中海のクレタ島北西沖で発生した、イギリス海軍及び、オーストラリア海軍と、イタリア海軍との間で戦われた海戦。海戦は最初イタリアの軽巡洋艦2隻とイギリスの駆逐艦4隻との間で始まり、 その後オーストラリアの軽巡洋艦とイギリスの駆逐艦、各一隻が加わった。戦闘の結果、イタリアの軽巡洋艦一隻が撃沈された。イギリスの小型タンカーの船団がルーマニアからギリシャ水域へと向かっているとの情報に基づき、イタリア軍は第二戦隊、フェルディナンド・カサルディ少将の軽巡洋艦、ジョバンニ・ベレバン・デネーレ、機関とバルトロメオ・コレオーニを攻撃に向かわせた。 二隻は7月17日にトリポリから出撃し、ドデカネス諸島のレイロス島へと向かった。一方、イギリス軍も7月18日未明に以下の部隊を出撃させた。A 部隊の任務は、クレタ島北方でのイタリア潜水艦総統であり、クレタ島の東のカソ海峡からエーゲ海に入り、クレタ島西のアンティキティラ海峡から出て帰還する予定であった。B 部隊の任務は、 A 部隊の援護とアテネ湾でのイタリア戦、攻撃であった。両部隊は7月18日に夜に、クレタ島の東のカソ海峡を通過して、A ゲ海に入った。コリンズは、A 部隊の援護を優先し、A 部隊が、クレタ島西のアンティキティラ海峡を通過する時間までは、A 部隊の近くにいることを決めた。カサルディは、進路上でこれらの部隊が活動中であることは、知らなかった。 7月19日7時17分にアンティキラ海峡付近でイタリア側がイギリスの A 部隊を発見した。アンティキティラ海峡へ向かっていた A 部隊も7時22分にイタリアの軽巡洋艦を発見し、速度を上げて北東へ向かった。イタリア側は7時27分に距離19000ヤードで砲撃を開始。イギリス駆逐艦も7時32分に砲撃を開始したが、 砲撃は届かなかった。カサルリは敵駆逐艦が他の強力な部隊の護衛ではないかどうかわからなかったため接近しようとしなかった。イギリスの駆逐艦は北東へ進みイタリア側は北へ向かったため両者の距離は次第に離れていった。イタリア側の砲撃は太陽に向かっての砲撃であったため不正確であった。さらに駆逐艦の円幕も加わって 砲撃はさらに困難になった。カサルディは7時48分に砲撃を中断し、7時50分に東へと進路を変えて敵への接近を図った。一方、コリンズは7時33分にニコルソンからの敵発見の報告を受け取り、その方へと向かい始めた。この際、敵に存在を知られないよう通信は行わなかった。8時20分、南東へ向かっていたシドニーは、 イタリア系巡洋艦の煙を発見。8時29分に距離2万ヤードで序盤にデレバンでネーレに対して砲撃を開始した。シドニーが霧に隠されていたため、イタリア側は砲撃を受けるまでその存在に気づかなかった。イタリア側は8時32分まで南東へ進路を変え、砲撃を開始した。また、イギリス駆逐艦4隻も反転し、敵へと向かい始めた。 8時35分、シドニーの砲撃が、序盤にデレバンでネーレに命中。煙突を貫通して爆発し、死者4名負傷者4名を出した。イタリア側は、ハボックも軽巡洋艦だと誤認していた。敵と暮れた島との間に挟まれるのを避けるため、カサルでは煙幕を張り南西へと進路を変えた。8時58分には、イタリアの軽巡洋艦は南西へと向かい始めた。 9時21分、シドニーの煙突原側に命中弾があり1名が負傷した。9時24分、または25分に、シドニーからの6インチ砲弾がバルトメオコレオウニに命中。その直後にもさらに命中弾があり、バルトロメオコレオウニは、航行不能となった。ハイペリオンとアイレクスがバルトロメオコレオウニに対し来撃を行い、アイレクスからの魚雷が1本命中。続いて、 ハイペリオンが二度目の来撃を行い、さらに魚雷一本が命中。9時59分にバルトロメオコレオウには沈没した。ハイペリオン、アイレクス、ハボックが生存者の救助を行った。また、ロドス島から飛来した爆撃機の攻撃を受けて、資金難でハボックに損害が生じ、負傷者が出ている。シドニーはヒーロー、ヘースティと共に、 序盤にデレバンデネーレの追跡を継続。9時58分に、シドニーはジョバンニ、序盤にデレバンデネーレに、命中弾を得た、死者4名、負傷者12名が、距離が開いたことなどからコリンズは10時37分に、追跡を打ち切った。序盤にデレバンデネーレはトブルクへ行くと見せかけてから、ベンガジへと向かい、無事に到着している。序盤にデレバンデネーレがトブルクにいると考えた。 イリソ軍は飛ぶク空襲を行い、駆逐艦、ネンボやオストロを撃沈した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。